はい、どうも皆さんこんにちは。スプラトゥーン3はやっていますか？おそらく多くの方がやってるんじゃないかなと思います。そうなんですよね、今ちょうどフェスやってますからね。さあ、そういったところで今日はですね、スプラ3のフェスを続きやっていきたいわけですが、つい先ほどですね、このようなコメントがついておりました。具体的にはこちらですね。マジで縄張りで味方にスコープ来てほしくない。本当にやめて。え？そんなスコープって来てほしくない武器なの？ちょっとわかんないけどさ。俺もそのスプラーに4年分に復帰だからさ。復帰勢なんて自分もね、今の環境わかんないですけど、スコープってそんな縄張りに来てほしくない武器な。どうなんだろう。なんかスプラスコープに関しては普通にね、スプラ2自体は結構良かった武器な気がするんだけど。どうなんでしょうか。まあ、自分ちょっとね、スコープあんま使ったことないんで、普段シューターしか使ってなかったので、4年前は。ちょっとね、記憶が曖昧なところがあるんですけど、で、今日はですね、ちょっとね、そのスプラスコープを使って、今からですね、縄張りバトルやっていきましょうか。縄張りっていうか、フェスかな、フェスをやっていきたいと思います。ていうか、普通に外してるんで大丈夫か。なんかちょっと今練習してるんだけどさ、ちょこちょこ外してるけど大丈夫これ。ちょっと心配なんだけど。まあ、ちょっとね、練習したので大丈夫っていうことにしておきましょう。なんか、来てほしくないって言われるとさ、なんか使いたくなるよね。自分だけ来てほしくねえって言われたら使いたくなるよな。ただなんか来てほしくない武器ってさ、なんか俺的にはモデラーとかそういうチューバーっていう、なんかそういったイメージがとても強いんだけど、スプラスコープってそんなに？てか確か縄張りだとそんな活躍してくれないか。まあ、ガチマンだったら普通になんか強いイメージがあるんだけどさ、言われてみたらみたいな感じですよね。で、マッチングがちょっと時間かかりそう。マッチングが時間かかりそうですね。なんかやたら時間かかるときないマッチング。なんで？なんか人はめっちゃ多いはずなんだけどさ。なんでなんでしょうか。通信エラーが発生した。そう、通信エラーもね、結構発生するんですよ。で、改めてやりましょうか。はい。オープンやりましょう。ちなみになんかね、今回333倍マッチみたいなのがあるみたいですね。あれやりたいな、333倍マッチ。俺まだ一回も出てないんだけどさ。あれ出た人いますか ?333 倍ってやばくない？おかしいだろ、333って。どうなってんだ。なんか100倍でもさ、結構すごいのに。333っておかしいよね。どうなってんのみたいな感じですよ。さあ、32秒経過。もうそろそろ行くんじゃない？もうそろそろ行くんじゃないですか？バトル開始します。よし、スコープ使っていくか。確かに縄張りでスコープってあんまり見ないよね。あ、そもそも縄張り自体俺あんまりやってなかったからさ。ガチマしかやってなかったからさ。あんま知らないんだけど、縄張りの環境は。あれ？相手もスコープいいんじゃないこれ。相手もチャージいるじゃないか。ってことで、ちょっと塗っていくか。ちなみにね、チャージャーって地味にさ、塗り強いよね。塗りが強いですよね。抜いていく。で、こっち入っていく。ナイス。どこだ？そこか。なんか、敵めっちゃ自陣塗ってない？でもなんかコロコロローラーいるんだけど。S めちゃくちゃやな。ちょっと塗ろうぜ。前進するか。ハイドラが味方にいるね。ちょっと待って。あのローラー謎。待って。動きが謎すぎる。おらなんだ今の。ちょ、コロコロローラーマジでさ、怖いんだけど。わかる？で、抜いた。あ、抜けてないわ。よし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 、危ない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 。なんか初心者が多いせいだ。なんか謎のローラーいる。何あれ？抜いた。ん？どう？あ、やってくれたか。ちょっと待って、謎すぎない。やばいな。ちょ、予測不可能な動きしてくるから怖いんだけど。これさ、別にパシパシやるんじゃね？あ、ちょっと待って。なんかやばいローラがいる。やばいローラがいる。ちょっと待って。オーラオーラオーラ。あー、引かれた。遊んでたら引かれた。これは、多分初心、あー、初心者ですね、これは。なるほど。どう来たか。びっくりした。なんか、1枚やったね。ちょっと足りてない。僕が。あれ何してんの？やった。謎だな。マジで動きが。なんか謎の動きってさ、なんか難しくない？なんか煽られてんのか、ガチの初心者なのかちょっとわかんないっていう。
このゲーム結構煽りがあるからね。なんだろう、ここ？ここのとこで？あ、射程が足りてない。味方ナイス？味方ナイス？射程が足りてないですね。なんかたまに 4K の時がいいなってなる時ありますよね。謎の動きしてるな、この動画、ほんと。待って、跳ねてんだけど、抜いた。マジですごいな。なんか、前線出てんだけど。おい！めちゃくちゃやな、これ。お祭りやな。もはや、立ち回りとか、関係ないからな。めちゃくちゃすぎる、もう。なんでこんな前線出てんだ。終わりましたね。けど、どうなんだろう。やっぱ縄張りって、若葉とか、あとはザップとか、あと寿司とかの方が、やっぱ安定するんですかね。やっぱ前線をなんか押し上げやすいというところであったりとか、あと、相手の陣地を塗れるっていうところがやっぱでかいですよね。まあ結局、なんか、チャージャー系ってさ、自陣に引きこもることが多いからさ、まあ難しいよな。で、前進したとしたらやられるしさ、まあ、そういったところが非常に難しいなと思いました。バトルプラス30か。そういえば引き継ぎってないよね。認識合ってますか？引き継ぎないよね。ってことでちょっとやっていきましょう。82か。永遠のグーハート。チャージャーか。スプラスリー何の武器使おうかな。皆さん何の武器使いますか？僕はちょっとザップを使おうかなと、極めようかなと思ってます。ザップをね、極めようと思っているんですが、クイックリンとかもいいなと思ってるのか、どうなんだろうね。やっぱチャージャー難しいな。チャージャー全然使ったことないんだけど、使えないこともないんだけど、普通にガチマッチとかでも通用しなさそう。ちょ待って、外しすぎじゃない？外しすぎだろ。いや、でも普通に難しいね、やっぱ。チャージャー使える人尊敬するわ。多分俺のチャージャー動画ってもしかしたら初めて。ていうか、スプラトゥーンの動画自体は4年間ぐらい上げてないけどね。最近ちょっと復帰したんで上げてますけど。ちょっとこれからアップしていかないといけないな。いや、本当に。なんか浦島太郎状態なんだけど、久しぶりに帰ってきたみたいな感じですよね。お、永遠の人いるね。しゃあないな、これは。ってことでお疲れ様でした。いやー、けど製品版までにちょっとスプラトゥーンで練習しないといけないな。ちょっとザップ頑張りますわ、ザップ。ザップと、ホットブラスターがね、なんか強いんですよ、結構。なので、ホットブラスターを使いながらね、ちょっと頑張っていきたいと思います。ザップとホットブラスターかな。ってことでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。